こんにちは。日本学術書道会の田村喜嵐です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、襟の都に示すの法です。一文の中の門弟に教え示す方法ということ、襟は門下のことです。では今から襟の都に示すの方を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。